平成23年台風第6号は2011年7月に発生し複雑な動きをした台風である。この台風は統計史上7月最強級の勢力となっており8月12日の閣議において局地激人災害に指定された。進路済み波取島近海を西へ進んでいた熱帯低気圧が7月12日15時に グワム島の東北東 1280km で台風となりアジア名マーゴンと命名された。命名国は香港で山の名前に由来する。またフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名イネンと命名した。台風は15日には大型で非常に強い勢力になり16日には超大型の台風になった。 そのため、台風から大きく離れた地域でも波が高くなり、水の事故が相次いだ。なお、15日には、フィリピンの東海上で台風7号も発生したが、台風7号から変わった、熱帯低気圧を吸収した。いわゆる、藤原の効果である。6号は17日に、沖縄の大東島地方に接近し、19日には、九州、四国、 本州の一部が暴風域に入った。20日の午前0時30分に、徳島県南部に一度上陸するが、すぐに通過して、そのまま午前10時頃に、紀伊半島潮の岬を通過。今度は南寄りに進路を変えて、本州の南東をさまよう。その後、再度進路を北に転じ、24日に、本州の東海上で、温帯低気圧に変わった。 温帯低気圧は7日後にカムチャッカ半島沖で消滅した。この台風のように一度は北上して日本に上陸した後そのまま一気に北上せず一旦南下して再度北上するケースはかなり稀であった。そのため小笠原諸島では一度通過した台風が一週間後に再び接近するという珍事が発生した。17日18時から 東海地方で雨が降り始め台風の接近により南からの湿った暖かい空気が流入した19日から20日にかけては東海地方や関東甲信地方ではところどころで非常に激しい雨が降り17日18時から21日24時までの総降水量は東海地方や関東地方の一部で500ミリを超える大雨となったまたこの台風は 移動速度が比較的遅かったこともあり、長時間台風の影響を受けた地域もあった。東海地方の沿岸部や伊豆諸島では、風速秒速20メートル以上の非常に強い風が吹き、三重県津室で秒速24.6メートル、東京都三宅村三宅島で秒速23.8メートルを観測した台風の接近に伴い水の事故も多発し、 7月16日、沖縄県内で2名が死亡、1名が重体となった。7月17日には、愛知県で釣りをしていた男性1名、三重県で真珠の養殖のため潜水中の男性が死亡、男子中学生1名が行方不明となった。7月18日、神奈川県の海岸で男子高校生1人が高波にさらわれて行方不明となった。 また、茨城県の海岸でも中学生一人が行方不明となった。宮崎市では屋根の修理をしていた男性が転落、意識不明の重体となった。高知県では、四万十川河川敷の草村で一人が死亡しているのが見つかった。三重県伊賀市で7月23日に水死して見つかった男性が7月25日、台風6号の死者に計上された。 また、三重県、和歌山県などで住宅の半壊1棟、一部破損は31棟で、床上、床下浸水は150棟の被害があった。日本政府は8月12日の閣議で、高知県秋市、北川村、梨原町、三重県大台町、和歌山県新宮市、白浜町など、局地激甚災害に指定した。宮崎県の都の城市では、 土石流が発生する恐れがあるとして、市内の新しい年竹周辺に住む460世帯に避難勧告を出した。福島第一原子力発電所では7月18日から3号北阿ービン建屋の屋根を鉄板で塞ぐ対策を始めた。JR 四国が全線で19日の12時以降の運行を取りやめたほか、本州の東海道新幹線、関西本線、 北陸本線にも運転を見合わせた区間があった。航空、フェリーのダイヤも乱れた。高速道路も、東名高速道路、富士 IC から、清水インターチェンジの間が高潮で通行止めになった。他、中央自動車道八王子から、上り線は、勝沼 IC、下り線は、大月 IC の間が大雨で一時通行止めとなった。 和歌山県新宮市の熊野古道の大熊取越ルートが長さ10メートル、高さ数メートルにわたり崩落した。徳島県では農業被害額が約10億円相当に上った。種類別では農産物が7億3600万円で最も大きかったのは鳴門市などのレンコンで5億2800万円。農業施設は2億9000万円。 高知県では4億1997万円相当に、上った。最も大きいのは、生姜の1億829万円だった。水田は2183万円。香川県では、丸亀市などで、桃や柿の落下などにより、約1億2900万円の被害が出た。宮崎県では、約5億6480万円相当に上った。 最も大きいのは、歯タバコの2億4600万円。水田は、早場米を中心に、約2億1800万円。大分県では、文豪の市などでのタバコの被害約7400万円など、約9600万円。和歌山県では16億6227万円に、上った、このうち林業関連では、旧市町村で9億9960万円。 農地農業用施設関連では11市町で6億300万円の被害があった。また串本町では養殖マグロなど3053万円の被害が出た。三重県大台町で1億8900万円、高知県北川村で9600万円、梨原町で6000万円、和歌山県新宮市で4000万円、白浜町で3600万円の被害が出て、 極地激人災害に指定された。東香川市の与田川の護岸崩壊などにより、香川県では被害額が約7800万円となった。海岸の防波堤、防潮堤も一部地域で破損した。また、高知県秋市で10億1000万円、三原村で1億6000万円の被害が出て、極地激人災害に指定された。また、 高知市の高知新港の南にある防波堤が8.9メートル移動したことが分かった。ありがとうございます。